サウンドロケス TV 工事隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。本日はですね、私の師匠であり憧れの人ジミさんね、広瀬さとしさんについて、ちょっと語ってみようかなと思っております。以前こちらの動画、はい、2つね、まあ思い出といいますかね、ジミーさんへの愛を語りましたが、今回のこの動画はですね、まあジミーさんってどんな人だなとか、歴史というかね、バンドのこう経歴とかも含めてね、そういうものとか、使ってるギターは何ですねとか、まあそういうのを語りながらですね、まあ後半の方にはですね、まあ、やっぱり思い出話といいますか、エピソードといいますか、まあそういうのも語ってみようかなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧になっていただけると嬉しいです。1960年10月6日生まれ、大阪府出身、ギタリスト作曲家であると。日本を代表するレジェンドバンド44マグナムのギタリスト。1979年に44マグナムに加入し、1983年にメジャーデビューと。80年代のデビューから現在に至るまで、さまざまなバンド、アーティストと、幅広く活動。ファンのみならず多くのギタリストの憧れでもあると。はい、私ですね、16歳ですか、高校1年生の時に、44マグナムをね初めて見て、でジミーさんのかっこよさに、ノックアウトされてですね、まあもうあの当時とね、もうずっと頭の中44マグナムとジミーさんしかなかったかな、あの頃はね。まあ本当に、まあ俺の周りもみんなそうだったけど、すごい憧れてた人多かったし、本当にああいう風になりてえなーなんて、まあ俺ももちろん思ってたけど、思われるようなすげえギタリストだったというところでございます。1989年に44マグナムは一度解散します。で1990年、橋本美由紀さんと共にトパーズを結成。4枚のシングルと3枚のアルバムを発売。1994年、片山慶二さんと共にスペードを結成。2枚のシングルと3枚のアルバムを発売すると。はい、続きましてね、ちょっとその当時、使用されていた、ジミーさんのギターについてお話ししたいと思います。まあ、フェルナンデス時代はですね、まあ、一番有名なギターといえばこの BSV-155J ですかね。ピックアップは EMG を搭載しておりまして、マフロードローズもついていたと。形状というのがちょっと、まあ、特殊というかね、普通の、 あのギブソンの V とは違って、まあ、少し細身の、尖ったヘッドだったりとか、一弦側のボディがちょっと削られているとかね、いうところが特徴だったり、あとはこれですね、あのミディアムスケールだったんで、とっても弾きやすかったというのが特徴になっているのかなと思います。今ねお話ししたこちらのジミさんのこの V、 どうですかこれ、超かっこいいねこれね。ちょっとあのごめんなさい、当時ね私あのこれ持った時にあのケースとかに入れないでこういつも飾ってたんですよ、かっこいいから。そしたらね、今はもうやめたんですけど、禁煙したんですけど、タバコ吸ってたんで、この辺がこうヤニで黄色くなっちゃったりとか、多分、まあ、あとちょっと日に焼けちゃったのかな、もう出しっぱなしだったから、はい、ちょっとこんなになっちゃいましたけど、今もあの大切に持っております、ね。これ本当にミディアムスケールで超弾きやすいんですよ。はい、俺みたいにね、ちょっと手のちっちゃい人間にはもう最高かなと思います。これ音がめちゃめちゃいいんですよ。まあ、EMG っていうのもね、俺好きなんで、そういうのもいいかなと思ってるんですけど、音がすんごいいいの、これ。なんですけど、やっぱりね、これを俺がステージで使っちゃうと、うわぁ、あいつジミーの真似してんじゃんとか言われたら嫌じゃないですか。なので、まあ、密かに家で弾いていたと、ギターでございます。はい。はい、そしてこちらね、このレスポール。まあ、俺のはあのギブソンのレスポールでございますけれども、はい。これもね、あのジミーさんに憧れて、レスポールを買ったということで、まあ、こちらにも動画出ておりますけれども、はい、当時ね俺が16歳の時に、まあ、マグナムを初めて見た時にジミさんはナビゲーターのレスポール、このこういうチェリーサンバーストのねレスポール使ってたんですけども、俺はそれに憧れてこの、レスポールを買いました。
まあ、あの V もねすごくあの印象に残ってるというか、まあ、ジミーさんといえば V っていうのはあるんですけど、俺的にやっぱりジミーさんはレスポールかなっていうのがすごくあります。まあ真似して買ったっていうのもあるけどさ、うん、すんげえ似合ってたし、あのレスポールってねあんまりこう、まあ、引きづらいっていうのもありますけど、似合ってる人ってあんまりいないのよね、うん、だからジミーさんはすげえ似合ってたなと思って、はい、俺の中では、まあ、V もいいんですけど、まあ、ストラトももちろんいいんですけど、ジミーさんといえば俺的にはレスポールかなという感じでございます。1994年スペード活動時期に吉川晃司さんのコンサートツアーにギタリストとして参加。1997年スペードを解散。同年デランジェの京都ソロライブツアーにバックバンドイルモストロのギタリストとして参加、一部作曲なども担当。1998年デルジベットの一世さんらと共にファイを結成。まあねすごいっすよね、あのキッカーさんのバックでやったりとかね、まあ京ちゃんと一緒にやったりとか、まあ本当に幅広いというか、俺ああいう人とやりたいなとか、まあ京ちゃんはね一緒にやったことあるんであれですけど、かっこいいボーカリストっていうのかな、うん、そういう人たちと一緒に組んでやってるっていうところもやっぱさすがジミーさんかななんて思います。続いてはですね、ジミーさんが今使ってる、ね、ESP 製のギターについてちょっとお話ししようと思います。スペードでの活動時期の中で1995年に ESP とエンドース契約を結んだということで、まあ、いろんな、ね、タイプを使っていたと思うんですけれども、今現在ジミーさんが使っているのは、V でジミーキャットと名前がついております。44マグナムデビュー35周年時には、記念のシグネーチャーモデルも発売されたということでございます。あのツイッター見てたんですけども、44マグナム結成今度40周年ということで、その記念のシグネーチャーモデルも、まあ、今作っているというところで、あのツイッターでジミーさんのねツイッターで見たんですけれども、まあ本当に V がお似合いですね。まあ俺的にはレスポールってさっき言ったけど、レスポール以上かな V って、あの弾く人を選ぶというかね、あの V 自体はすごくかっこいいんですよ、ギターがねすごくかっこいいんですけど、あのバランスが悪いっていうかな、人が持った時にね、物自体は俺はかっこいいと思ってるんだけど、本当にね V が似合う人っていうのはもう本当ごくわずかというか、すげえ限られてると俺は思ってるんですね。まあ俺自身もあのここにもいっぱい V 見えてますけど、はい、 V 弾いてるけど自分が似合ってるかどうかっていうのはやっぱ微妙なんだよね、うん、好きだから使ってますけれども、でジミーさんはまあ背も高いし、まあ、細いしね、まあ、なんつったってステージングかっこいいから、もうめちゃめちゃ似合うんだよね V が。まああのね V 使ってるギタリストってのはたくさんいると思うんですけど、やっぱなかなかちょっとね、似合うっていう風に言い切れる人っていうのはちょっと少ないかなという意味では、まあ、ジミーさんはそういう意味でもまあ、貴重な人かなと思うんですけど、あとやっぱ弾きづらいしね、うん、座って弾くのも大変なんで、そういう意味でもあんまり選ぶ人は少ないのかなと思いますけど。2002年44マグナム再結成、アルバムイグニッションを発売。以降現在に至るまで44マグナムとして活動をしながら、2003年ゴールドロックスウィズジミーとしてライブ活動、2004年ベルベットスパイダーとして活動、2007年マリノのレオさんとザ・グルーブラインを結成。同年年末吉川晃司さんのライブ2007クラブジャングルエクストラターザンリターンズにゲストギタリストとして参加。2010年オブセッションで本格的にソロデビューし、ボーカルも務める。すごいね本当に普通にすごいよね、うん、俺もキッカー浩二さんのバックでギター弾いてみてえなーなんて思いますよ、同じ浩二だしね、全然関係ねえけど、やってみたいなーなんて思いますけど、まあ、ジミーさんさすがだなとそういうところも思いますね、はい、あとこのねソロアルバムオブセッション、もちろんこれも私あの聞いておりますけれども、44マグナムとはまた全然違う、曲作りというかね、色というかね、そういうところも魅力的だし、なんといっても
ジミーさん歌歌っちゃってるよっていうね。まあそこがすげえなって一番思います。俺も歌歌えたらいいんだけどね、やっぱり歌って難しいっすよ。そういう点ではやっぱもう尊敬するし、あとねギター弾きながらね歌うって本当難しいんですよ。ジミーさんの配信ライブも、拝見させていただきましたが、すごいよね、よくできるなと思う。俺絶対できない、あんなの歌いながらギター弾くなんて、ギターだけでも大変なのにさ、あと44マグナムがね再結成されたっていうのは本当に嬉しい、心から嬉しい。そのねあのイグニッションも聞きました、めっちゃかっこいいね。今俺メディアバイブスというバンドを始めていろいろ曲を作ってますが、めっちゃ参考になるというか、こう狙ってるところが似てるところもちょっとあったりとかして、そういう点でもねあのものすごく勉強になります。まあ、ジミーさんの魅力というところでね、今までね、まあ、語ってきた動画はありますが、まあ、今回お話しする内容はですね、まあ、やっぱりギタリストとしては当然憧れてますし、まあ、はっきり言ってねジミーさんになりたいと思ってやってたわけだから、そういうのは当然あるんですけれども、これはジミーさんに言われたことですけれども、普段ねものすごい優しいんですよ。とにかく怒らない、怒られたのって1回だけなんでそのお話なんですけど、本当に怒んないし、あの同じ目線で俺を見てくれるってところがすごいあったの。ジミさんに会った時俺高校生ですよ、なのにちょっとセッションしようぜとか言ってくるのよね。できるわけないじゃない、こっち緊張してんのにさ、まあ、緊張してる割にはタメ口だったんだけど、だからねそういう点でもすごいこう一ギタリストとして見てくれるっていうところがすごいあったんですよね。お前は坊やだからさみたいなところが一切ないの、まあ、本当に同じ目線、同じギタリストの仲間なんだからさ、ちょっと一緒にギター弾いてみないみたいなところを、まあさらっと言ってくるっていうところは、まあ、ジミーさんの、まあ、魅力の一つ。あともう一つはやっぱり、まあ、これは怒られた話ですけどね、さっき言ったね怒られた話なんですけど、あの当時ね、まあ、すごいこうラックを組んでねエフェクターとかもね、そういう時代の、まあ、機材だったんですけど、で俺全然わかんなくって、普通にあのメモ帳にこうここのアウトからこのインに入ってみたいな、そういう感じでこう全部メモってたの紙にね。要するにその紙を見ないといざって時に分かんないぐらいもうすごかったんですよ、後ろの配線が、もちろんあのジミーさんとかあの当時あの大石さんがねマネージャーやってたんで大石さんとか分かってたと思いますけど、俺全然分かんなかったんですよ。もうアンプ運ぶとかさ、ギター運ぶとかさ、エフェクター運ぶとかそういうのはしてたけど、セッティングしろって言われると、まあ、その紙がなきゃできなかったんだけど、まあまあローディを長くやってて、それでも俺なかなかちょっと覚えきれなくって、その時にねこうどこのライブハウスだかちょっと覚えてないんですけど、ジミさんがこう階段ガーって上がりながらパッとちょっと後ろ振り返って、コージな、お前セッティングちゃんと覚えなかったら今後ダメだぞと、まあ、プロとしてね、お前ができなくて何か失敗したと音が出ないっていうのはこっちの責任になっちゃうからねと、別に変な意味じゃなくてですよ。だから何が言いたかったかっていうと、お前もプロ意識を持ってやれよということで怒られたんですよ。それまで仲いいと俺は思ってたから、まあ、ジミーとかってやってたから、まあ、初めて怒られてちょっとドキッとしたわけ。要するに少し、まあ、だらけてたところもあったのかもしれない。いい加減にやってたわけじゃないけれども、まあ、そういうところがあったのかなって今考えると思いますね。なかなかちょっとやっぱそういうことって、厳しいことってなかなか言えないじゃないですか。俺言えねえのよね人に、まあいいやいいや俺がやっちゃえばと思っちゃうタイプなんで、なかなか厳しくは言えないんですけど、まあ愛のある言葉だったなと思って今でも覚えてるというところでございます。まあ今のね、まあ、プロ意識とか、あとはまあ俺を同じギタリストとしての目線で見てくれるっていうお話の続きなんですけれど、褒めたりとかしてくれなかったし、俺がギターなんかね弾いても、あと教えてもくれなかった、教えてもくれなかったって言い方変だな教えてもらったことはないです、むしろなんかいいフレーズないって聞かれたりしたことがある。だからやっぱりそういう目線で俺を見てくれてたし、お前が何をやりたいのか、コージが何をやりたいの、コージはどうなりたいのっていうところをすごく、重視しててくれたなって、ま、だやっぱそういう点が師匠だよね、そうは思いました。なんかこう俺が教えてやるから本当はやってみろよなんていうことはね1ミリもないです、あの人は、そこがすげえなって思う。まあ俺もだから
まあ、前の作った動画でも言いましたけど、まあ、なるべくねあのスタッフの人とかにそういう態度は取らないようにしてましたけど、やっぱイラッとくる時ってあるのよ。なんでできねえんだよみたいな時ってやっぱあるんですよ。でジミーさんはそういうのは一切俺には見せなかったんで、まあ、だからやっぱり怒られた通り、まあ、俺にその当時にねプロの意識がなかったというかね、しっかりやらなきゃっていう意識よりもただ単に好きだから一緒にいたいっていう方が高かったかなっていうね。だから迷惑はいっぱいかけたのかと思います。それとねこれあのジミーさんのお話ではないんですけど、まあ44マグナムのロディをね、まあ、メディア全員でしてたわけで、まあね純也とかもねしてたわけで、でその当時ねあそこなんだっけな、埼玉の深谷ってとこだったかな、こう1階がスタジオになってて、で2階はこう2段ベッドが4個も5個もあるようなこうなんか合宿所みたいになってるところで、こう泊まってあのいつでもリハができるし、あの泊まることもできますよみたいなとこがあったんですよ。でメディアってよくそういうとこ使って遊んでたんですよ。でまあ曲を作るとかね、そういうその時は確かあのそのシートを作ろうと思ってて作曲しなきゃいけないっていうことで、そこにみんなで合宿みたいな感じで行った時の話なんですけど、ずっとメンバーとさ朝から晩まであの曲作りも含めてね一緒にいたからいろんな話したんだけど、俺たちもさマグナムみてえにちょっと名前つけねえかって話になったんですよ。まあね加藤純也とか木村浩二とか田村明とか飯塚勝とかね、ちょっとなんかもうちょっとなんかこう洋風なのつけようぜみたいなね、ポールとかジミーみたいな感じだよっつってその話になったんですよ。あのまず最初に、まあ、飯塚勝っていうんですけど、こう優しい優勝の優なんで、俺優でいいよ、優俺優にするっつって YOU ですよね。で田村はなんて言ったのかちょっと覚えてないんだけど、なんて言ったんだっけな、田村もなんかつけたの、俺もなんかそういう名前にするっつって、それ外人っぽい名前つけたんですよね。で純也は俺は純也の J だからジェイクにするっつって、なんだよかっこいいなお前それよみたいな話になってね、で工事どうすんだよっつって俺決まんなかったのよね。どうしよう俺別に工事でもいいけどななんて思いながら全然決まんなくって、3人は決まって俺たちもこれにすっからねふふんみたいなこうちょっとそういう流れになってですね。でまあリハをするのにまたこの2階の部屋から出て1階に行くときに、外に出たときにすごい、まあ、寒い時期だったんで、寒いって言って、あ俺サミーにする、これジミーの真似してサミーでよくねっつって、おいいじゃんそれでなんつって、あのじゃあ俺はサミーねって言って、まあ、ジェイクとサミーとちょっと田村本当忘れちゃったんだけど、で飯塚はユーで、そういう風にしようぜって言って、でその当時ですねなんか鹿鳴館とかに置いてあったこうミニコミ誌みたいなところにこうメディアを出してくれるっていうことで、こう俺のこうね写真が使われて、あのサミーかっこ G なんて書いてあった、 G ってゴキブリじゃないよギターね、書いてあったんですよ。やりーなんて思ったんですけど、まあその当時ですね、まあ、鹿鳴館に行くとまあいろんな知り合いがいっぱいいるんですけど、要はサミーとかってすげえバカにされるんですよ、いじられるんですよ要するに、恥ずかしくなっちゃって、まあ、本当に、まあ、1ヶ月ぐらいですかねサミーとか言ってたのは、はい、だそんなことがありましたけれども、で今この動画ね、まあ、もしあのメディアバイブスのメンバーが見たらですね、まあ、多分またサミーいじりが始まると思いますけども、今使ってませんので、今工事隊長なんでね、よろしくお願いしますというところで、はい、まあ、ジミーさん関係ない話だったんですけど、そういうようなこともしたというところでございました。まあね、本当に俺にとって憧れの人であり、ね、ジミーさんになりたいってずっと思い続けてますけれども、まあね、今回なんでね、この動画を撮ろうかと思ったのはね、まあ前から撮りたいなと思ってたんですけど、見ましたか？ジミーさんのミュージックビデオ、新しいやつ。ね、40分ちょっとで撮っちゃったよって言ってたあれ。まあこちらのね、あのミュージックビデオの、まあ、メディア向けのコメントがジミーさんがね、なんかあったみたいなんですけど、なんと、嬉しいことにですね、サウンドロケット TV 宛てにも、そのコメントが送られてきたということで、まあ、それで、まあ、こういう動画をもう急いで緊急で作ったというところでございます。で、まあ、そういうね、あのきっかけもあったんで、まあ、ジミさんにちょっとメールをしてみたところ、なんとジミさんがチャンネル登録したというお返事をいただきまして、だから見てる可能性があるね。
まあ、ジミーさんツイッターとかでもあんまり得意じゃないっておっしゃってるし、まあ、YouTube とかもそんなに見ないって言っていたんで、まあ、このチャンネル登録したっていうのはまあね嬉しいんですけど、本当に見てるかどうかは分かりませんが、見てる可能性があるんでね、まあ、実はもう汗だくで今お話ししておりますけれども、はい。まあね、ジミーさんのこちらのねチャンネルもありますし、まあ、もちろん俺も登録してますけれども、まあ、新しいミュージックビデオももちろん見れますし、まあ、他にもね、まあ、ライブだったりとかトークのところとかも見れるんで、まあ、ぜひ皆様もねこちらのチャンネル見ていただいて、まあ、登録なんかしていただいて、まあ、さらにコメントなんかしていただけると、まあ、ジミーさんねコメントの返事はしないような人だと思いますけど、見てると思いますんで、何かコメントとかも入れたりしたらきっとジミーさんもね喜ぶと思うんで、もしコメント書けるようだったら書いていただければなと思います。まあね、今こういう時なんでね、なかなかまあジミーさんとお会いすることもできないんですけれどもね、まあ、そういう日をまたねいつか来るだろうということでね、早くコロナなくなれというところで祈ってていただければなと、はい、思いますので、まあ、ジミーさんもね本当年齢を感じさせないかっこよさで、まあねいつになったらああなれるんだ俺って感じでございますけれども、はい、元気で頑張っていただければなと思っております。本日は以上でございます。面白かったなとか、また見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。